ぬきチャンネル見てくださいましたか？なぎささんの YouTube ぬきチャンネルに出演させていただいております。みんなコメントいっぱいありがとう。ぜひまだ見てない方とか、コメント残してなかったって方はぜひね、カレンタンとかハラカレンっていう言葉を入れてコメント残してきてください。めっちゃ楽しかった。今日ねさみちゃんね、最近でもさ、こう顔周りをこうやって巻くだけでグッと大人っぽくなるなと思いました。カレンも新たな発見でした。ここをこうさせることだけで結構グッと雰囲気が変わる。メイクとかはねいつもね一緒なんですよ。彼あんまり変える人じゃなくて、場面によって、うん、変えるとしてもリップくらいなんやけど、でも最近はリップもお気に入りでずっと同じのを使ってるから変わりがなくて、そうなのそうなの、こんな感じです。オリホーオリホー、ありがとう。実質あと半分残ってるけど、もう心折れそうやけん、カレンタン応援してほしい。カレンも心折れそうなこといっぱいあるで。でもこうやってお話ししてたら教えられるし、きっと楽しいことが待っているので、楽しいことを考えて頑張りましょう。カレンもいっぱいあるよ。なんかあーってこれうんってなる時もあるけど、でも絶対いいこともその分あるから、真面目にやってたらいいことあるよ。今日も可愛いよ、ありがとう。見て見て、懐かしの、ちょっと光って見えへんの、懐かしの服を着ています、ありがとう可愛いって言ってもらえた、ナイス食レポありがとう。そう、彼の食レポを見れるのめっちゃレアなので、皆さんなぎチャンネル見てください。今日も一日お疲れ様って、ありがとう。みんなもお疲れ様。皆さんお仕事ですか？カレンお姉さん、そうですよ。あれ、エアくじ直してないね。行ったら終わっててさ、引きやんかったんよ。悲しすぎる。最近のリップはこのレブロンの、レブロンキスメルティングシャイン。リップスティックって書いてるわを使ってます。007番と、公演の時はペリペラウォーター、なんて書いてんの、ベアーヒントのエモーショナルピンクっていう03番を使ってます。結構パキッと、蛍光くらいパキッとしたピンクやから、普段使いはちょっとお派手になっちゃうかもやけど、でも、ね、パッとする顔がだから公演の時とかステージの時にめっちゃ使ってます。昨日京セラドーム行ってました。一緒やね、いえいえいえ、一緒だね。こんばんは、無事カレンちゃんと初めましてできます。ピロピロしようね、しよう、しよう。あやなちゃん、オリックスも試合してたね。そうなんです、今日はね同点で終わりました。同点でした。バテレで見てました。かわいい、ありがとう。カレンタオンニーって書いてる、オンニー、オンニーだよー、お兄さんってこと。カレンタに覚えてもらいたいから、イベントで会うときは野球のユニフォーム上下揃えるわ。おお、いいね。オリックスですか？ゲーって何？下もやって。ゲーって何？すごいな、うん、あの白のパンツとかかな。やる、欲しいな。今日も1時間で終わったらしい。やば、今日9時からやったやんね。9時からの1時間でやく時終わってんて。そう、すごいな。いいね。昨日旗振ってる人とかいてね、あの B 賞 B 賞2等2等のだから、めっちゃ羨ましかった。なんか T シャツも欲しかったし、もうどれでも当たりやん、あれ去年のあれやん。うん、あれあれさ、全部当たりやん。今回さ、どれでも嬉しいやん。めっちゃいいと思って、めっちゃしたかったのできへんくってな、ちょっとな、朝から落ち込んでてん、したかったって昨日の夜と。なんでいつもこんなに可愛いの、ありがとうみんなのおかげ、ありがとう。
山崎幸也さんのお話しようね。おお、オンライン撮ってくれた。話そう、幸さん。幸也さんのさ、登場曲すごいよね。幸也の笑顔があればでさ、歌詞に幸也って名前入ってるのすごいと思って。すごいよね、いいよね。むしゃむしゃって。くこくんの山場のことやと思う。俺中勝った、俺に中。目の前にあった。笑ってんけど、目の前にあった。食べてる。もったいないなと思いつつも食べちゃってる。タレントの注目選手は、注目選手いてるけどさ、もうさ、あのみんな好きやしね、コロコロ変わるんやけど、うん、めっちゃ推し選手、いろんな選手推してる。みんなやね、正直言うとみんな推してるのな。うん、決められへん。そう、でも行く時には思ってるよ、この選手めっちゃ好きやなとか言ってるけど。でもね、やっぱね、コロコロ変わっちゃう。そのプレー見るとさ、変わっちゃうの。あー、この選手もいいとかさ、どんどんさ、もうみんな好きになっちゃうよね。みんな好きになっちゃう。みんなわかんで、彼以外のこと好きになってあかんで。わかんねんけどな、やっぱ野球はね、もう箱押しになっちゃうよね。なっちゃう、はい。こんばんは、こんばんは。オリックスの選手に嫉妬してしまうやろ、やって。嫉妬すんの、なんとなくわかるかもね。野球ってめっちゃそうじゃない、ってなるよな。はじめまして、はじめまして。ペータさんね、ペータさん今日ね心配やね、途中で降板したから。何やった、腰の張りって言ってたけどな、他の実況の方がそう言ってただけで、どうなのかよく分からんけど。こんばんは、こんばんは。おしまししまくりです、野球の話。野球だけにしてや。森友哉さんも昔から好き。え、もうさ、彼もさ、森友哉選手のな、あのキャッチャーの時の姿勢がもうめっちゃ大好きやねん。もう常にさ、向こうの敵のチームがこう塁を出て走ったりするじゃん、その時にさ、もうふんってすぐに投げようとする姿勢が好き。かっこいいな。今日もかっこよかったよ、パーって取ってさ、ここをパーって外して、で、なんていうの、パクパクファールボールとか取りに行くのもめっちゃさ、これさ、外すの早いのもかっこいいし、そこからもう絶対に落とさへんぞっていう、ふくーっていうなんか感じるものも好きやしね、めっちゃ好きよ。今日もすごかったね。今日はね、渡辺選手がめちゃくちゃ投げて、それでホームがねセーフになったの、アウトになったのがすごく良かったよね。ヒヤッとしたけどね。あーと思ったらタッチアウトで、よかったってなりました。叫んだ。叫んだよ。今日はね見に行けてないんですけど、昨日はね見に行って、折り放できてめちゃくちゃ嬉しかったです。ママさんの推しは、ママの推しもないっしょ。言ってるけど、いっぱい言うよ。そう、彼も推しの選手いるけどないっしょ。でもみんな好きね、ほんまに。その打席だとか、あとはピッチャーのね選手の皆さんもなるよね。キャッチャーのキュンポイントよね。そうそうやね、いいよね。いいよね。練習もずっと見てるし。そう、でもカレン、ザキャッチがめっちゃ好きやね。これな。ザキャッチの、あれまだ出してないの？出してないよ。でも明日までかなんかやろ、明日までしかやってないから
明日のしようかな、それか月曜日か。月曜日明日はなイベントがあるからイベントのこと載せたりしたいから月曜日かな。ちゃんと写真を撮ってきましたよ先言っちゃうと、はい、いつか載せるのでお楽しみに。物知らんとこかなとか思ってたけど、よしキャッチャー目指すかってかわいい、ありがとう。でもいいよね、かっこいいよね、みんなかっこいいけどね。今日も美人さんですねって、ありがとうありがとう。森さんと若月さんが、そう、あと石川選手も好きですよ。カレンダーのバッテリングみたいな始球式、始球式でいいキャッチャーの石川選手が一番素敵と言っておくねなんでなんで、でも素敵よね、なんかさ、もう本当にチームをより一層明るく照らしてくださってるなと思って、すごく素敵な方なんやなって思ってます。大事よね、うん、大事。そういうのを見て、あ、彼もこうやって明るく照らせれるような存在になりたいなとか、すごい勉強になってます。そういう自分の面でもね、そういう風に見てる、うんそう、あれなの、今日はあれです、ケイトさんについての語ろうなんですけど、プロフの紙がなくて何があったっけ、あれ、あれ、好きな、好きそうなおにぎりの具かな拾ってもらえなくて、でさ、ほんまにさ、今さ野球の話しとったんや、ごめんね、ちゃんと見てるで、全部目通してるで、けどほんまに前も言ったけど J の文読んでられへんからさ、全部こう言葉に出してね、目で見てるよ、大丈夫だよちゃんと見てるで。ケンタはじめまして、いつもお洋服が可愛くて嬉しい、ありがとう、インスタ見てるってありがとう。今日はこのお洋服はハーリップ2のお洋服を着ています、小島春菜さんのです。こんばんは、こんばんはっていっぱい来てる、こんばんは、ありがとう。握手と写メ会できるの楽しみ、ありがとう、これも楽しみにしてます。トングさんも星取る、え、そうやね、でも最近さずっとファーストで出てくださってるからさ、どんどんなんかもうファーストっていうイメージがついてしまってる。だってあれやんね、あの中川選手もさ、ファースト内野の選手やけど外野してはるもんね。みんなすごくね、すごくいろんなさ場所守れるっていうのもすごいよね。使えそうなスタンプとか、そうやそうや、使えそうなスタンプ難しいな。え、でもあれかも、こうさ泣き笑いのスタンプ使ってくれそうなイメージがある、可愛い感じ。うん、15分経過、早っ、もう時間が来てしまいましたわ。2005年、もうさ2005年って聞いた、めっちゃ最近に感じる。もうなんかさ、昔はよく彼も2001年生まれですとか言ったら、いや最近やんとかちっちゃい時よく言われたけど、それを自分が言う年になったんやなっていうか、ほんまにそう感じるから、すごい変な感じというか、変な感じです、どれ、すごく変な感じ。2005年ってめっちゃ最近じゃない、ちゃう、もう最近じゃない、うん。 A 型、大阪府出身、身長160センチ、おおおお、彼と9センチ差。ツナマヨ確かに、でもツナマヨな感じがするかも、ツナマヨ好きそう。体力に自信あり、もうその通り、その通りすぎるその通りすぎるよ。
ね、そんなケイトさんでも疲れる日もあるやろしね。魅力がさあほんまにこう無限のエネルギーよね。すごいよね、見てて元気になるもん。片届き楽しみにしてるから彼も楽しみにしてるよ、ありがとう。出遅れましたがこんばんは。こんばんは、ありがとう。そろそろ忘れられそうなんで千葉会いに行きますね。来て、もう忘れちゃうで、早起きてありがとう。でも嬉しいのでぜひ一回会いに来てください。久しぶりに話そう。マジック点灯、そうなんですよ、9年ぶりのマジック点灯です。石川遼選手を日ハム時代教えてたの当時の中島監督だからね。そうなー、へー、知らんかった、ありがとう、教えてくれてありがとう。へー、そうなんや。締め替えの時一緒にペラペラしたいしよう、大歓迎です、大歓迎。ハリプトゥー好きなんですか？好き、好きだよ、好き好き。熱感じもんだ。2001年めちゃくちゃ言われる。そうね、そうやねん、そうそうそうでも2000年生まれの人にさ、よくさ、あー2000年じゃないや、2001年なんやーってめっちゃ言われるまあそうやっていじられるのも楽しいけどね。全然会は嫌とかじゃないけど、よく言われる私さ、同学年の子が、彼3月生まれで、だいたい同学年の子みんな2000年生まれやからさ、だからみんな、あー2001年って言われるけどはーいっていう、いつもそれ言われた時は。ケイトさんとカレンタの組み合わせ大好物。おー嬉しいね、ずっと一緒やから、ね、B2 の時から一緒やもんね、小島チーム B2 の時代から。いいですねそれはいいですね。ピロピロももちろん、また見つめ合いポーズもしよう、いっぱい撮ろう、楽しみ、それも楽しみポンターグッズ、原キャプテンの球打ちたい。おー、打たれないように投げますよね、なんか本当に来年も始球式できますようにとかめちゃくちゃ思っちゃいます。最近も特にね、今年あともなんかよくわからんけど、あもう半年過ぎてもうちょっと終わっちゃうかなとか思ってね、ふとで今年何があったかなとかいろいろ振り返ってた時に、やっぱり始球式させてもらえたのもすごく嬉しかったし、初めての経験やったから、あ嬉しかったなと思って、来年もねぜひまたさせてもらえたらなってめちゃくちゃ思ってます。楽しみ、会える予定できたの楽しみ、ありがとう。虹もパチパチするねって、嬉しい、ありがとう、みんなありがとう。握手会買いましたよって、ありがとうございます、お待ちしてます。カレンちゃんと同い年だからわかる、わかるよう言われるでな。こんばんは、こんばんは。今度こそドストライク、ほんまにそれね、いっぱい練習してさ、練習はめちゃくちゃ調子よかったのに、まあほんまできなかったら意味ないんですけど、こんな後から言うてもね、でも練習うまくいっとったからさ、今度こそはドストライクを叶えたいな。ついこの間震えながら彼の始球式見てたのに、え、そうや、めっちゃ早いよね時の流れね、早いよな、彼もびっくりしちゃう。うん、でもあっという間に過ぎ去るからこそ、一日一日を大事にね、またガチガチいかないとね。明日は皆さんアットジャムさんです、関東にお邪魔します、横浜か、横浜にお邪魔します。カレンと推しの方と仲良くなれて、優しすぎてカレンと似てるなと思う。うれしい、だってみんな彼に似て優しいって、うれしい、ありがとう、そんな風に伝えてくれて、そして皆さんも優しくご親切にありがとうございます。
アットジャムさんエキスポ2023は明日8月27日日曜日お昼の1時55分から横浜アリーナさんでストロベリーステージでありますので、ぜひ見つけてください。いっぱいウッチャーとかボードを見せてください。マイオレピロピロ計画の力もなれるようにネジも追加するからって、よろしく、ありがとう、大きなパワーになります。フードファイターみたいのね私に来て来て、ほんまに始球式さまたしたいし、あとあのオリックスバファローズさんの夏の陣の時にあの流れる曲 BGM のなんかね人気な曲はかけてもらえるってのがあったんやけど、あれでちょっとね年目の曲入らへんかったのがねちょっと悔しいの、彼的にはあーって、もう入ってほしかったなーって。なんでまたリクエスト企画があったら皆さんの力貸してください。 NMB の曲が京セラでオリックスさんの試合の時にかかるようにそうよくねあのオリックスさんのオリックスバファローズさんの公式のツイッターとかで募集が始まったりするから、見つけたらぜひ、今日カミカミやかれん見つけたらぜひお願いします。カエン玉ジャムより甘いって言ってるありがとう、甘い。アットジャム頑張って頑張る、オンライン初めましてしたい、来て来て待ってます。こんな感じでね、なんかビデオ通話みたいな感じでお話できるのでぜひお待ちしてます。織姫伝の時なぜ僕なぜリクエストしたんやけどねって、ありがとう、また力貸してありがとう、ほんまにリクエストしてくれてありがとうございます。ではそろそろ終わります。ちょっと紙がなかったから全然できやんかったけど、また紙を書いて提出して劇場のロビーに飾ってもらうので見つけてください。ではではまたお会いしましょう。今日も一日お疲れ様でした。明日はアットジャムさん、そして大阪カラーズショーさんは8月29日19時夜の7時開演となっております。 ZEP 大阪ベイサイドさんであるのでぜひそちらも来てください。イベントがね明日しあさってかといっぱいあるので頑張ります。そして楽しみますので、ぜひ皆さん来てくださる方はいっぱいボードとか器とかでカレン推しアピールしてください。いっぱい見つけたいです。来てくださる方はお気をつけて来てください。ベースボールカードセカンドバージョン発売中です、ゲットしてね。そしてイエスシアターさんでメラメラ NMB48 が8月31日にあります。お昼2時からです。月刊タイガースさん9月号は9月1日発売、ちひさんと対談させていただきました。 NMB48 12周年アニバーサリーライブブルーレイ DVD ボックスは8月30日発売です。ライブツアーが2023、9月14日名古屋、22東京、23大阪、そして次の日24日が13周年アニバーサリーライブが昼夜公演でオリックス劇場さんであります。で14日の名古屋ではなんとなんと渚最高初披露も決定しましたので、ぜひね遠征してくださる方や名古屋におられる方は来てください、見つけてください。皆さんのおかげでゲットできた、そして選んでいただけたシングル選抜です。第2次受付は8月31日お昼12時からとなっていますので、今日ね気になってくださった方とかオンラインとかリアルイベントもいっぱいあるので握手会などなど会いに来てください。それでは終わります。 FFF さんありがとう、いっぱい書いてくれて。皆さんもおやすみなさーい。またね、今日もありがとうございました、見てくれてありがとう、いっぱい力貸してください、ありがとうおやすみーって、おやすみー、やったるでまたねー、またねー、おやすみー。